はい、皆さんこんにちは、今日はですね、こちらの、ビワの木がね枯れてしまったんで、頑張って、もう地主の方から切っていい賞を得たんで、全部切って楽してね、いきたいと思います。ちょっとチェーンソー使ってね、レザーフェイスいきたいと思います。たくさんのレザーフェイスに。ああ、そうそう、ちょうど、もう枯れとるけ、うん、切ってから、うん、ありがとう、ああ、もうなんか悪いなあ、ああ、お世話になります。うちの指示です、うん、いつもお世話になります、ありがとうございます。どうしようもなんか枯れてるから、もうね、よし、お家が飛ぶせんっていかね、ごめんなさい。まあ、この日はいいけんね、支柱でね、広げてあげます。もう、引っ張って、刺さないとね、これ、意外と、なるよ。これはね、この前はどんどんこれと一緒変えていって、向こうとね、杭を買ってるね、杭をしてね、仕事を広げて、もうお願いします、もう何もできないよ。ほたらね、ばあちゃんが食べられるものになる。うん、使ってあげます。これはね、もう枯れてるけど、どうでもわかんない。もう向こうも枯れてるの。ビワもね、今年になった後切ってね、芯があるもん、それだけ残してね、全部切ったら枯れたな、せっかく植えたから。だからね、向こうから帰ってきてからね。だから、向こうもビワは残します。いらないとこ作ってね、こうやって新しいの建ててまたなることしてくれる。もうね、ここ日当たりがいいけんね、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。よかった、これ受けてくれて、何にもできない、こちらかってばっかりおるけん。ほんとね、来年の春はね、ビワ食べられるの出るのと。私、このビワ食べたことないんですよ。あ、そう。まあ、これは、俺も見たのに、今年花が黒くねばいいよって言われるやん。農業指導の人から。ちょっと、収穫だから。袋は、袋をかけちゃった。というのはなるな。それは、こうなると、これでまた枯れる。もう、そうですね。うん、もう、ね、ここに帰ってきて、20年経って過ぎてくれ。3月にこう、引っ張ってあげます。はい、20年経ったら200万。その日なんか大丈夫ですかね、もう。これも切ります。あ、ほんと、もうなんか剪定はするけど、上の方はね、根から切りませんよ、絶対。それは根から切らないけど、剪定しちゃらんとね。よろしくお願いします、ありがとうございます。もうお世話な、お世話してばっかりしてもらってから、すいません、お先に。お願いします、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。ちょっとここぐらい、これはいいよ、切れよ。ほら、めちゃくちゃ食べれる、これ。上はほら、こんな綺麗な、わあ、すごいすごい、わあ、ありがとう。まあ、よかったろ、はい、お父さんにもちょっと今いたの、僕らが剪定したんです。あ、そうでしょうね、だいぶ大きのならんけんね。あ、本当ありがとうございます、すいません、うん、甘いけね、ここね。わあ、大きくなったね、うん、この前、芋掘りの時でいただいたけど、少し、はい、去年なんかぎっしりなって剪定してないけんね。あ、剪定しちゃった、これ前してないけどね。あ、そう、去年はちょうど今10時、うん、入院してたからね、私、うん、冬場にこう剪定したんですよ、もうブワーッとなりっぱなしになってて、はい、綺麗に剪定してる。はい、はい、はい、ありがとうございます。
あ、これ切ってね。切っていいかな。よし。よし、終了。全部取っておきましょう。あっち。このチェーンソーはね、まあいいんだけど、ここは緩むんだよね、ここは。毎回結構締めないと、結構やられちゃう感じがありますね。これでね、簡単に切っていかないから、まあ、緩むとね、結構、チェーンがこう外れてまうんで、引っ張っちゃうから。戦争未来のお仕事終わりです。休憩です。